竹井照彦天チャンネル見ていただいている方どうもありがとうございます。さあ今日はですね、アルバイトの帰り、頭の中で考えていることを口にしましたですが、久しぶりですね。まあ今アルバイトの帰りなんですが、ふと思ったことが、もう何年ぶりやろ、あの銀行行って、いや銀行って言うても、あの窓口ね、あの窓口行って、あの銀行員、女性、ね、行員とかがあのフロアのところにいてるじゃないですか。なんなんやろ、ちょっとね、あの接客がクオリティが低くなったというか、あの雑というか、ちょっと横柄な態度とんのよ。なやこれって、銀行と言うたら昔はね、花の職業であるし、それでやっぱりこう人様のお金を預かるっていうところで高貴な職業であって、やっぱりその出迎える構え方も、こういうの皆さんもなんか上品な方で、すごく丁寧なイメージがあったんやけど、なんなんやろなこれって思った。あ、なるほどなって思ったのが、俺その受付のみんな椅子のとこ待ってるの、みんな年寄りばっかりなんですよ。若い人いてないんですよ。あ、そうかと。みんなもう今 ATM で済ますし、なんやったらコンビニで済ましたりとか、その受付で何かを手続きっていうことをしなくなったから、若い人とかはもうその受付の窓口とかあんまり行かない、な年寄りばっかりが言ってるのよ。ほんでまあ年寄りに対してなんかこういう、違いますよ、これはここの口座じゃないですよとか言って、まあお年寄りはそれよくわからんから受付聞きに行くって、まあなんかあの老人介護施設の窓口みたいな、だからそういうお年寄りに対して、いやだから違うよみたいな、そういう対応ばっかりしてるんで、なんかそういう風に横柄になってしまってってるんやろなみたいな感じがしたのよ。ようよう考えたら、銀行の窓口ってめったに行かへんようになったよね。昔はその何かにつけて、下手したら ATM とかできる前やったら、もう口座とかからお金下ろす全部受付で、で振り込むのも全部そうやってたけど、今はもうね、スマホ決済で終わったりとか、まあ、ATM とかで、それでコンビニとかで終わるから、まず銀行の受付に行くことがまずなくなったから、だからそこのクオリティもなんかちょっと低くなったやなって思ったの。皆さんこれどうですか？皆さん銀行のその窓口って普段行かへんよね。おー、だからなんかね、まあ、失礼な話だけど、おー、あんまり美人もおれへんわ、マジで。顔残高みたいな顔してる、そんな感じの人が多かった。なんか昔ってこう銀行員ってなんか綺麗ななんかイメージあったけどね。だからそのどういうんかな、銀行のあの窓口とか銀行員とか、そういう花形の職業であったけど、なんかそれがなんかもうそういう機械化されて、まあそういうネットとかで全て処理ができるから、人としての人材があんまり必要じゃなくなってきたんかもわからないね。それは事務処理とかそういうお金の処理とかは、それは人がそういうふうにやってるんだけど、実際にお客様とこう触れ合うというか、接遇みたいなのが必要にどんどんなくなってくるんやろなっていうのが、だから銀行員になりたがる人も少なくなってきたんちゃうかなっていうのが俺は感じたね。まああのだから子供の頃の花形の職業って、俺らなんかあのキャビンアテンダントね、 CA ね、まあ、昔でいうスチュワーデス、もう憧れの職業やったけど、今そのなりたい職業とかランクに10位以内に CA って入ってないもんね。おー、だからなんなんやろね、花形の職業って。そのもっと前やったらバスガイドとかも花形の職業やったんやけどね。なんかどん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 こう時代によって、そのね、花形の職業とか憧れる職業がどん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 変わっていってるなっていうのがありますよね。
だから男の子とか YouTuber とかね、ほんでまあサッカー選手とかプロ野球選手がちょっと下火になってきたのかな、サッカー選手の方がこうなりたいとかいう、なんかパイロットとかそういう目指す男の子もおらへんのちゃうかな、なかなか少なくなってきたんやろなとは思いますね。まあそんでその銀行なんかでもね、その金利なんかでも昔と違ってそらもう全然 0. 何パーとかそんなんやから、もうさ銀行にお金預けるより、まあ、投資するとか、逆にそういう違う、まあね、ああいう FX とかそれから ビットコインとかなんかそっちに回したとか資産として銀行の中にお金を残すっていうそういう時代でもなくなってきたんかも分からへんよね。だからそういう花形の職業じゃなくなってきた。給料もやっぱどうなんやろうね今の銀行員って。昔なんかその金利なんかでもだって俺ら子供の頃って1億円現金があったらもうそれで銀行に貯金してた利子だけで食えてた。50万ぐらい利子付き合ったみたい。それでまあ税金払って、1億やったらずっとそれで一生暮らせたという、夢物語みたいなその時代には現実としてあったんよ。俺がね22、3の頃かな大阪でパチンコでドブロブロに負けてね、ほんまにほんでもうクソー思って、もう明日払う電気代も見ないでしもて、どうしようみたいな肩落とし帰って頭の中で考えるわけよ。もしも今ここで1億円拾ったらどうしようと。いや待てよ、こんな1億円偽札かもわからん、本物の札かどうか、家帰って1万円札本物のと照合しようと。いや家にその1万円札がないがな言うてまた肩落としてね、帰ってる時にパッと見たら銀行があったのよ。今1億円貯金したらなんぼ利子つくんやろうと思って、俺その時にポケットに600円しかなかったんやけど、すいません言うて、はい1億円貯蓄したら利子って今どれぐらいになりますみたいな聞いたら、ちょっとお待ちくださいみたいなんで支店長みたいなのが来てこちらへどうぞって別室呼ばれて丁寧に説明されて定期預金にすればこう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 で、その時に聞いたのが15万月だいたい利子が。そうですか言うて俺600円しか持ってへんねんてポケットに。で帰る時にその銀行員支店長みたいなんとか女子行員が俺の方見てご検討よろしくお願いしますって頭下げてたわ。600円しかないっちゅうねあの時やっぱりね、丁寧やったわな